マキさん、ミスターってゴルフ上手なんですか？いや、上手よ。もう V 旅行とか、はい、そういう時は結構、おい、誰だやるのはって、うまいやつと回るぞ、俺は下手はやだぞって言われるんだよ。よし、頑張んないとな。ここ曲がっちゃうとな。この辺で勝負だからね、うん、俺らはね。最初はグーみたいなもんじゃない。あ、ナイス。これだよ。ね、この低めの球、ライナーが出ると、はい、すごい。やっぱりね、あの現役時代も放物線のホームランもかっこよかったけど、はい、ライナー線の当たり多かったじゃん。ちょうどね、それがゴルフ場で楽しめるんです。邪魔です。どうしよう、悪いじゃん。あ、あ、大丈夫、大丈夫。いやー、それで飛ばないのも武器なんだよ。普通はね、普通はもうみんな大変なのよ、今のコース打つと。大丈夫ね。飛んでないんだよ。抑えた。抑えた。いいこと言ってくれてるよね。抑えた。いい方に。牧原さん、ゴルフはもうプロに入ってから始めたんですか？そうそう、20歳から。はい。その、まあ、19ぐらいからですね。巨人軍は、はい、とにかくもう嫌でもやめ、やるな、やれと言われて、本当に全員強制的にやらされたんですよ。ああ、そうなんだ。だけど、はい、本当に良かったと思う。やらせてくれて。あの頃朝から朝起きるのきついんで、はい、嫌だったけど、はい、でも、この年になっても、はい、こういう若い世代の人たちとも、はい、楽しめるし、もっと上の人とも遊べるし、はい、もっと下の20代の人たちともやれるわけよ。はい、だからいいことを教えてくれたなぁとは思ってますよ。はい、だから今の若い選手たちも、やらない選手増えてきてるんだけど、で、聞きますよね。はい。社交の場だと思って、うん、いろんな大人の人たちとのつながりとか、はい、教わることってすごくあるんで、うん、それは、こう前向きにやってほしいなと思いますよね。結構こういう間でなんかお話もできますもんね。そうなんですよ。だから一緒に食事行ったりするとそんなにないんだけど、はい、こういう時って性格も見れるし、はい、あの人クラブちょっと叩きつけたよな、でなんで荒い性格面だとかいうのは分かったりするからさ、それも含めてね、やっぱり人の、はい、あの人となりが見れたりするんで面白い。はい、え、なんか今までで一緒に回って、はい、緊張した人とかっていますか？いや、緊張したのはもうね、俺も長嶋さんも王さんもやったことあるんだけど、はい、馬場さんとやったことあるんだよ。へぇ、ジャイアンと馬場さんとやったことある。へぇ、これなかなかでしょ。はい、へぇ、でもね、馬場さんはね、全部ね、はい、馬場さんはいくつですかって言ったら、パー全部パーだ、パーだ、じゃんじゃん完全に仕上がったネタじゃないですか。あ、じゃあ170。あらららららら、ああ、後ろ行っちゃったよ。こうやってゴルフってさ、ダメな時に出るじゃん、この感じ。はい。その感じあんまり出すと、他の、あの、メンバーに嫌な雰囲気を与えるんで、極力こう、この歩きながら、ちょっと止まっていい。ちょっと。内心はすごく辛い。辛い。さあ、高橋由伸選手。すごいよ。ここパーはね、なかなか難しいんですよ。左も池がありますし、本当だ、池は大丈夫だね。ちゃんと当たればもう超えちゃいますんで、シャッと CM で使えそうなショットな
あ、でもちょっと噛んじゃった。いやいや、でももうグリーンの手前まで行くよ。うん、オッケーオッケーオッケー。うわ、噛んじゃった。グッショグッショ。ラフに負けちゃったな。悪くない悪くない。構成ぴったり。うん。ほら、うわー、めっちゃいい球入ったんじゃない、これベタピンじゃない、これ、はい、ほら、あ、でかい、うわー、うわー、7番で180ヤード飛んじゃったよ、もっと飛んでるな、この豪快さがなんで野球と違うの。野球とはまた違いますから。豪快だよね。乗ってない乗ってない。でよかったっすね。まずいぞ。これ動かしていいんだっけ。ダメだよね。これね、まっすぐ切っちゃう。あ、なるほど。いけで。はい、いけだ。おー、おー、はい。ナイス。おー、すごい。ね、フェード取れました。フェード、まあ野球で言うとツーシームですね。ツーシームね、僕現役であまり投げてなかったんですけど、結構ゴルフでできるようになりました。すごい。ただショット的にはまだまだ時間かかりますよね、これね。次4打目か。あ、止まっちゃった。惜しいな。でかい。ああ、ああ、やばい。突っ込みすぎました。うまいの、高い。よっしゃ、ボギー。よし、ボギー有言実行。うわー、いや、ちょっと熱くなってきましたね。そうですよね、うん、やばいですね。こんな日に YouTube を撮るなんて言ってね。カモン、ナイスパー。あー、惜しい。 OK、 ありがとうございます。ボギー。はい、ボギーです。うまい。うまいよ。ナイス。あれの全部入りますね。うん、まあ、全部外してなかったけど。バーディーパットじゃないからさ、俺クラス。確かに手袋外してなかった。忘れちゃった。いや、青の時よ。赤はそうでもない。何のこと。